魔法が使えてよかったことは？ナイトレイヴンカレッジに入学できたことです。まさか僕が名門校の生徒になれるなんて思わなかった。入学許可証が届くまでは生行ってきた連中を締めるぐらいしか使い道がないと思ってたからな。生行ってきた、それはどういう意味だ？イチャモンをつけられたじゃなくて、他にどんな言い方をするんだっけ。ああ、言いがかり。そう、言いがかりをつけられたってことです。なるほど、そういう意味なのか。覚えておこう。いいえ、忘れてください。ドラコニア先輩には絶対に縁のない言葉なので。セベクにバレたらドラコニア先輩に品のない言葉を聞かせるなって怒鳴られるに決まってる。それにしてもなぜ言いがかりをつけられたんだ。ああ、地元じゃちょっと目立ってたみたいで、普段から目をつけられやすかったっていうか、態度がでかいとか、島、縄張りを荒らしたとかで喧嘩を吹っかけられることもあって、五人がかりで来られた時はさすがにまずいと思ったな。でもとっさに召喚術を使ったら運よくいつもの大釜が現れたんです。それが大きな木にぶつかって折れた枝がリーダー格の足元スレスレに落ちたことで全員ビビって逃げ出しましたよ。ざまあねえな、スペードは相手がひるむようにわざと大釜を枝に落としたということか。いえ、全部偶然ですよ。枝が折れたのも大釜が召喚されたのも、当時は今以上に魔法を使いこなせてなかったので。でもその一件以来絡まれることが減りました。連中の仲間に魔法師がいなかったおかげか、必要以上に怖がられたみたいで。非魔法師にとっては魔法師という存在自体が脅威に感じる場合があるということか。理解した。ではそろそろ次の質問に移るとしよう。はい。危ない、うっかり昔のことを話しちまった。でもドラコニア先輩は全く気にしてなさそうだな。深く突っ込まれたらやばかったかも。ドラコニア先輩がプレゼンターでよかった。